短期間でここまで店を大きくするとは。もし旦那様が無事だったら、あっという間に大名になれましょうな。大名か、それも面白いな。山崎屋の小九郎、座の命令により山崎屋の営業権を剥奪し、この店を打ち壊す。なぜです？座元にはお金を納めておりますぞ。山崎屋のせいで他の油屋が儲からぬと苦情が入っておるからじゃ。わかりました。では今回のところはこちらをお納めください。うん、良い心がけじゃ。他の店には私が話をつけておこう。旦那様、大変です。足利将軍家により特製令が出ました。特製令だと？我ら商人は大損ではないか。自社勢力、武家のせいで我ら町民は苦しめられてばかりだ。こうなったら私が大名となり、軍勢を集め将軍を討ち、この国と制度を変えてくれる。私はしばらく旅に出る。杉丸、留守を頼む。かしこまりました。久しぶりですが、日中商人、私はこの地で武士になりたいゆえ、口利きをお願いしたい。これはお布施だ。おう、ありがたい。今の美濃は守護の時様にやる気がなく、家老の家老が国の面倒を見ておる相様。宝蓮坊、そなたのような実力のある若者が来てくれるとはありがたい。ぜひとも美濃のために尽くしてほしい。私が時頼宗様にご紹介いたそう。そなたが今日より来た油屋か、待ちかねたぞ。頼宗様は絵がお好きとか。本日は民より仕入れた絵の具をお持ちしました。女中の皆様には今日で流行りの化粧品を献上いたします。お望みとあれば、どんな品でも女性でも今日より運んでまいります。どうぞ家臣としてお抱えください。ぬおー、気に入ったぞ油屋。そうじゃ、美濃の名家西村の後継ぎがおらぬ。そなたが西村の名と領地を告げ、そなたは今日から西村勘九郎じゃ。この詐欺山城にて使えるがよい。ははは、ありがたき幸せ。あっという間に美濃の名家となった西村勘九郎。しかし美濃の地に戦の敵が迫っていた。申し上げます、のぶしの集団が砦を次々に襲っております。続く